原版 D2 の境界を一点に貼り合わせた小空間は9面 S2 に同章である。位相空間論及びそれに関連する数学の各分野において、等価空間、または小位相空間あるいは単に小空間とは直感的には与えられた空間のある種の点の集まりを点合わせあるいは同一視してしまうことによって得られる新しい空間である。ただし、 ここで貼り合わせられるべき点の集まりというのは何らかの同値関係によって決定される。このような小空間構成は与えられた位相空間から新たな空間を構成する方法の一つとして広く用いられる。X を位相空間とし、を X 上の同値関係とする。に関する同値類全体のなす小集合 X 上に位相を以下のように定める。つまり、 X に属する同値類からなる X の部分集合が開け集合であることを、その和集合が X における回集合となることとして定義する。これを小集合 X 上の小位相と呼ぶ。同じことだが、小集合上の小位相を以下のように特徴づけることもできる。Q、X を X の角元をそれが属する同値類へ移す標準者へとすれば、 小集合 X、上の小位相とは Q を連続にする最強の位相である。位相空間 X から集合 Y への前者 F、XY が与えられたとき、Y の上に F を連続にする最強の位相として、小位相を定義することができる。これは、Y の部分集合 V が解であることを F による逆像 F-1 が X の解集合となることによって定めると言っても同じである。 写像 F は X1X に F イコール F と置くことによって X 上の同値関係を一時的に誘導するが、この時の小空間 X は Y に同章である。この対応は X の属する同値類 X を像を F に移すことで得られる。一般に連続な前車、F、XY は Y の位相が F の定める小位相となっているとき、 照写像と呼ばれる。したがって、標準写 A、Q、X は、照写像である。照写像、Q、X、Y はあまたある前射の中で、次のような性質によって特徴付けられるものである。照写像の普遍性任意の位相空間 Z と写像、F、Y、Z が与えられたとき、F が連続であることと FQ が連続であることとが、すなわち、以下の図式が果敢である。 特に小空間 X と自然な前者 QX は以下の普遍性によって特徴を付けられる。標準車 A の普遍性 GXZ が連続で X の任意の下、A、AB について ABG イコール G を満たすならば連続車像 FXZ で G イコール FQ を満たすものがただ一つ存在する。このように写像 F を得ることを G を小に落とすとか G が F を誘導するなどという。従って小空間 X 上で定義される連続写像はちょうどその同値関係に関して X 上の写像から得られる。このような方法は小空間を調べる上での定石である。連続な前者 F、X、Y が与えられたとき、それが小射像であるかを決定する判定法で有用なものが存在する。 それは F が開け者像、または閉者像であるとき F は照射像であるというものだが、これが十分条件だが必要条件でないということには注意が必要である。回でも閉でもない照射像の例を構成するのはそう、難しくない。ありがとうございます。